や、ケジャールゲミックス、あ、やってきたいと思います。今日はね、2021年の一発目のアップデートで、ロストアイランドに神アップデートが来ましたので、ここをね、ちょっと深掘りして紹介、解説していきたいと思います。なんと、洞窟の恐竜、という意味できるようになりました。それでは本日の目次はこちら、一つ目、ロストアイランドの洞窟について、二つ目、洞窟のアップデート後について、そして最後に注意点と洞窟の今後を話していきたいと思います。それではまず一つ目に、ロストアイランドの洞窟なんだけど、結構ね、面白いね、冒険要素がたっぷり入った、まあ、一個前のクリスタルアイルズとは違って、かなりね、ストーリーマップとかに寄せた、まあ、冒険できる洞窟なのね。で、そこと違うポイントがあって、それ何かっていうと、飛行生物で入れるっていうのと、あとは、動物っていうか、まあ、恐竜がテイムできる恐竜と、テイムできない恐竜がいるっていう形なんだよね。で、ほとんどの洞窟だと、テイムできない場合が多かったり、あとは、飛行生物で入れないって、まあ、これ洞窟なんだけど、っていうのがほとんどなんだよね。なんだけど、今回は結構素通りで、飛行生物も入れるし、なんならこのガンマッチがな暗くなんなかったりするし、で、テイムできる恐竜とできない恐竜がいましたっていう形なんだよね。で、この洞窟に関しては特になんだけど、今いるこの場所は、アベレーション系の変異種とか、ラベジャーとかがいるような形の洞窟になってるんだよね。で、あとはフェロックスか。で、この中の洞窟で、フェロックスは今までテイムできてたんだけど、なんか、普通にラベジャーとかはアップデート前はテイムできないよねみたいな、アベレーション系の生物はテイムできないよねっていう形になってたんですよ。なので、そういったのが今回変わりましたっていうところで、で、通常のストーリーマップにいて、ほとんど無料マップとかには出ないよねっていう生物、結構出づらいよねっていう生物が、今回ね、結構洞窟内では揃っているっていう形ではあるんだよね。で、そこでテイムできる生物、テイムできない生物がいたっていうのがアップデート前の状況です。で、アップデート後の話をね、次はしていきたいと思うんだけど、アップデート後どうなったかっていうと、まあ、飛行生物はそのまま素通りなんだけど、変わったところは、テイムできる恐竜、できない恐竜がなくなって、ほぼほぼ全ての恐竜がおそらくテイムできるようになりました。で、この洞窟に関しては、おそらく全ての恐竜が今のところテイム可能かなっていう形で、一応座標ね、見せておくんだけど、28.3、54.0 の滝の後ろにある洞窟、ここにアベレーション生物とフェロックスがいます。で、ここの生物に関しては、前ね、動画を作ったんだけど、せっかくラベジャーいるのにテイムできなくないっていうね、動画を作ったんだよね。で、そっから変わって、今はなんとアップデート後、ラベジャーも、サソリも、あと、まあ、とりあえず変異種のいっぱいいるカルノとか、ラプトルとか、あとは、グローテールもテイムできるようになりました。という形で、なんとですね、この洞窟、やりたい放題の、テイム広場になってます。めちゃくちゃアベレーション系の生物がテイムできます。めっちゃ便利。で、なんでこの洞窟がそんなに便利なのかっていうと、まず、一つ目にですね、アルゲンタビスを持っていることによって、入ることによって、普通に、あいつらを、恐竜を運べます。こうやって掴んで。なので、イージーに外に持ってきて、外の安全なとこでテイムもできますし、で、あとは洞窟判定ですので、洞窟って基本的には、洞窟の外に出て、この地域のエリアの描写を切って戻ってくると、恐竜が再湧きしてるんですね。なので、この2つの事象によって、イージーに恐竜をテイムすることが可能ですよねっていう環境が揃いました。ここの洞窟にいるのは、アベレーション系とフェロックスになってます。変種ラプトルとかカルノとかプルモとかラベジャーで、それとプラスでフェロックスがいるみたいな、そんな感じのアベレーション系プラスフェロックスがいる洞窟になってますので、めちゃくちゃね、ここね、イージーなんですよ。はいっていう感じで、まあ、とりあえずね、生放送でいろいろ実験をしたんですけど、ラベジャーもできたし、サソリのプルモもできたし、で、あとはグローテールもできましたので、かなりね、イージーにテイムができて、かつここに関しては最脇もさっき言った通り描写を切ればいいので、向こうの方に行って描写切ってっていう形で、すぐね、洞窟判定でまた恐竜が入ると再湧きしますので、非常にね、ここ良きです。皆さんぜひ行ってみてください。で、ラベジャーは何にいいかっていうと、まあ、特にラベジャー欲しかったんだけど、重量軽減なのね。アベレーションって飛行生物禁止だから、アルゲンタビスの代わりになるんですよ。で、陸のアルゲンタビスみたいな形ではあるので、重量軽減を持った4足歩行のラベジャーっていう形でジップラインとかも登れるので、非常にね、優秀な生物になっておりますので、
建築とか家でのね、あの資材のあの持ってくれるやつとか、まあ、結構サイズがちっちゃいからラビジャかなりね、あの便利なんですよ。で、あと速度を上げるとね、さらに使いやすくなるっていう形ではありますので、そんな感じでこの洞窟ってめちゃくちゃテイムがあの簡単になってますので、非常にね、今回のアップデートでやっぱりね、すごくね、あのロストアイランドをやってる人たちにはめっちゃプラスに働いたんじゃないかなって僕は思いますね。それでは最後に注意点と洞窟について話をしていきたいと思います。まあまず注意点はね、これっすね。あのラプトルさんにたげられた時にこうやって騎乗解除になるって感じ、こうやって騎乗解除であのボコられるって感じになる、これになるので、これだけマジでやばいから、この洞窟で遊ぶ場合はこの編集ラプトルの騎乗解除、これだけ注意してもらうといいかなっていう感じですね。マジでね、このねラプトルの高速の騎乗解除がめっちゃえぐいから、これだけがね本当にあの注意点かなっていうところになりますね。で、あとはトラップを作る際は基本的な設定だと、何か設定を変えてない限りは洞窟の中には建造物を作ることができませんので、トラップっていうのがね外にしか作れません。しかもね、ちょっと一定以上離れないと洞窟判定を消せないので、なので少し離れたね滝の外じゃないとトラップが作れないっていう形なので、そこはねトラップを作る際にご注意くださいっていうような感じですね。で、あとはねテイムとしては、あの別に普通の恐竜テイムと一緒なので、まあ、ラベジャーがねラムチョップ好きなぐらいがね、ちょっと特殊な感じではありますけど、餌に関しては、まあ、それ以外はそんなになんかないかなっていう感じですので、まあ普通にねあのテイムしてもらえばいいんじゃないかなみたいな、そんな感じではありますね。あとはね、だいたいね洞窟の入り口がそこなんだけど、建造物としてはまあここらぐらい、ここら辺に建てれるかなっていう形ではありますので、ちょっとね離れないと建造物が置けないような設定に、まあデフォだとねなってるかなっていう感じですね。あとはね、洞窟についてなんだけど、このロスアイランド洞窟ってちょっと特殊で、まあなんか飛行生物が入れたりするんだけど、あとはなんかねガンマッチが変わらないこともねあるんだよね。そのまんまの明るい状態のガンマッチで、あ、こんな感じね、全然暗くならなかったでしょ今っていう形のガンマッチで行ったりするので、おそらくなんだけど、俺の予想としてはこれもしかしたらこの飛行生物が入れるのって俺最初バグかなって思ってたんだけど、設定ミスとかね、なんだけどこれワンチャンね、あのデフォルトの設定なんじゃないかなと思ってて、っていうのもこのロスアイランドの洞窟ってめちゃくちゃね、あの軽いんだけど、その軽いっていうね内容、あんまり重くならないっていう内容に関して、おそらくあの切り替えのタイミングが一番重いのね。まあ洞窟判定です、こっからが洞窟ですってなるときに重くなるんですよ。そのタイミングでなんか騎乗解除に強制的にあの飛行生物がなったりするんだけど、今さこの洞窟入ってもさすんなり入るじゃん、カクって止まるタイミングがないでしょっていう感じなので、そういったところを考えると、もしかしたらその飛行生物とか、あとはガンマッチの切り替え、暗くなったり飛行生物強制騎乗解除っていうね、そういった切り替えのタイミングを省略して消すことによって、洞窟をなんかねシームレスにすごく軽い状態で行き来できるようにしたんじゃないかなって予想したりしているので、今回ねロストアイランドの特徴としては他マップより比較的に軽いっていうのがあるから、その点を考えると、おそらくそういった状況で、まあ、今回のあの洞窟に飛行生物が余裕で入れてアーティファクトを回収できるっていうところに関しては、もしかしたらね俺はね治んないんじゃないかな、治んないんじゃないかデフォ設定なんじゃないかなって思ってますね。なので洞窟に関してはね、結構ね気軽に今後もね飛行生物で行けるような環境でロストアイランドはやっていくんじゃないかなと僕はね思っておりますという感じでね、おそらくなんだけどロストアイランドってなんか最初は飛行生物バグかなって思ったんだけど、このまんまね行きそうな匂いも結構してるなっていうところではありましたね。ということで本日は2022年一発目のアップデートで、なんと洞窟生物が、テイムできるようになりました。ラベジャーとか普通にテイムできます。はい。やばいっす、これ。マジで。なので、オンラインではね、まあ生放送でやったんだけど、ここら辺にさ、トラップがっつり作って、ここにラベジャー用、で、こっちにグローテール寄ってトラップ作って、ガンガンね、掘り込んで、で、テイムしまくったっていう感じなので、まあ、そんな感じでね、あの、楽にね、洞窟から持ってきて、置いてテイムしてっていうのを繰り返せるので、本当にね、すごく強いですね。っていう感じで、ラベジャーとか、あとは変種系の恐竜、あとグローテール、で、まあ、フェロックスはちょっと脇が少なかったから、あれなんだけど、
ある程度ね結構厳選ができるようなかなりねいい感じの環境になったので、恐竜をねすごくね集めやすいね洞窟になってるんじゃないかなと思いますね。でさっき言った通り描写切ればね結構ねすぐ再分けしてくれますので、洞窟判定みたいな感じでね、なのでそういったやり方でもう一回入って厳選してみたいな繰り返してできますので、そこら辺やってみるといいんじゃないかなとは思います。あとはね X ロックエレの火山洞窟もあるっぽいので、またね火山洞窟に関しては行ってきますので、そこら辺のねまたね結果報告とか情報の共有とかもねやり次第攻略次第またねやっていければと思います。ということで本日はアベレーション系の生物の洞窟がいるところの新たなアップデ後の状況でした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。